それでは参りたんです。わーと、この動画が第3回目の YouTube 配信になると思います。はい、今日はこの今着てる令和 T シャツみたいな、こういう文字 T シャツのどんなを持ってるかを紹介するってやつをやりたいと思います。はい、大阪の日本橋のおたろうで売ってるやつなんですけど、今こんなにあります。なんと何年も前からずっとそこに通って集めてて、じゃあ紹介していきたいと思います。1つ目、ツインテは正義。これですね、定番ですね。やっぱ女の子はツインテで、やっぱりぴょんぴょん愛理、正統は必要と、史上最強の小悪魔ドールとか、小悪魔ドール愛理ちゃんとかも、ツインテールの、かわいいツインテールは私がしたいだけとか、そういうツインテールの歌詞とか出てくるし、やっぱツインテは正義です。ツインテは正義。かわいいでしょ。はい、次行きます。これです。インスタ映え。これ、もうそのまま、インスタ映えの写真を撮るときに、これを着て撮ると映えるというやつです。次、惚れた T シャツです。これは、惚れたときに、好きな人に、惚れたっていう時にこの T シャツを着て、好きですっていうためにある T シャツだと思います。次、これ、愛され上手です。これ、愛理さんのことですね、愛され上手。これは愛理さんみたいな愛され上手な女の子が、愛され上手さをアピールするために着る T シャツです。次、理想のタイプは優しい人、僕だけに。これね、すごいわかりますね。なんか自分にだけ優しくされちゃったりするとコロッといっちゃいますよね。やっぱ好きになっちゃいますよね。次、猫好きに悪い人はいない。これは本当にそうだと思います。愛理も猫好きなんですけど、猫ってすごい可愛いし、猫好きに悪い人はいないと思います。はい。愛理がその代表です。次。谷美人出ます、探さないでください T シャツです。これはちょっとなんか気分が落ちたりした時に、旅に出ます探さないでくださいって、これを T シャツを着てたら、あ、なんかちょっと落ち込んでるのかなと思って、みんながそっとしておいてくれます。次、見た目は大人、頭脳は子供。これですね、見た目も子供、頭脳も子供ですね。はい、で最後です。これ、変態で何が悪い。そうです、そうです。エチエチな妄想とかして、エチエチにしな人は悪くはないんです。それでいいんですってことです。はい、こんな感じだよね。今、令和時代の歴史に残れた愛理ちゃんは令和 T シャツを着てます。こんな感じでした。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。愛理ちゃんでした。みんなも文字 T シャツ買ってみてください。寝るときとかにすごい便利なので、じゃあまた次の動画で会いましょう。